Welcome to Hana no Tsumuji, a nice coffee shop nestled in the hills above Kawaza Town. Look for their address and a link to their website in the description. They have delicious coffees, light meals, they sell original Japanese indigo goods, and even handmade coffee cups. I got a chance to meet the owners, and they're a charming couple. 空さんの焙煎所でございます。どうしようかな、コーヒー豆を自家焙煎して、こちらの店でお出ししております。これをこのザルに入れて、洗うんですね、お湯で。じゃあ続きはじゃあ裏に入れますか。I got a behind the scenes lookat how they roast the beans and where they get the ink for that beautiful Japanese indigo color. これが焙煎機。S158 っていう名前がついてます。なんでかというと、セリアで108円で買ったザルを使ってるから S1。え、ダイソー？じゃあ D の108。そう、これをこうワイヤーで結んで、今冬で寒いので、あの熱が逃げないようにちょっとアルミホイルやって、ここで焙煎します。でやる前にコーヒー豆をここに、1回 400g、 気持ち悪くなるぐらいだから、やっぱり洗ってよかったなと思う感じで、少し綺麗になったらこれに移して、で火をつけて、ここでだいたい今20分ぐらいずっとこうやってやるんですけど、あのあまりに疲れるのでこれを作りました。楽してます。これでやって、ある程度細かい調整が必要になったら外して、こう見ながら熱を近づけたり遠くにしたりやりながら焙煎して、最後にこのドライヤーで、あの焙煎がやっぱりずっとほっとくとどん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 進んでしまうので、これで冷やして、で終わりです。そんなプロセスです。 Now for a little bit more about that dyeing process. これが藍の植物で、葉っぱはもう刈り取った後で、その後出てきた種を今種取り用にこうやって取ってます。でこの下に入ってるのが藍染めの原料のスクモという藍の葉っぱを発酵させたものが入ってます。夫のサブリー、あの同じものなんですけど、染めた回数が違うんで上下で色が違う。うん。マスクも。You can also bring your own clothes to dye here as well. もうここら辺はオープンするときに急いで染めたので適当に染めてるんですけど、綺麗だなと思って。 Make sure to follow them on Instagram.Once again, the address and the link to their website are in the description below. Thank you for watching.